キュリンさんの漢字ソムリエチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。正俳優の根村大地です。よろしくお願いします。はい、本日ですね、10月14日月曜日ということで、10月の漢検がもうあと6日と1週間もないところに迫ってきております。で、前回漢検1級で僕が初めて学んだ漢字でビビッとランキングみたいな動画を出させていただいた時に、受験するかね悩んでるということを話してたんですけれども、今回もね受験しようかなということで申し込みなんとかしております。で、ただちょっとその時も動画内で話したんですけど、結構プライベートの方ですとか、家族ぐるみの問題ですねとか、本業の方でもいろいろやることがあって、ちょっと漢字の勉強は結構おざなりというか、もう本当手がつかない状況だったので、本当それもあってですね、本当どうしようかなーって悩んでたんですけど、なんとかこの9月末ぐらい、本当に1ヶ月もできてないんですけど、2週間前ぐらいからやっと改めて漢字の復習勉強ができるようになってきたんで、ちょっとこのまま受けてみようかなという所存でございます。はい、一応本日はですね、動画回してる理由というか、やっぱり6日後の漢検4回目の1級受験に向けて、まずそもそもなんでそんな状態で受けることにしたのかとか、あと4回目何点ぐらい目標でやっていきたいのかとか、現在対策してるものは何かとか、そういったところをね、ちょっと話していこうと思いますので、皆さんぜひ秋の、10月の漢検を受ける方、一緒に頑張りましょう。はい、でまずですね、こちら受験票あります。僕まだ開けてないんですよね、これ。いや、会場どこですかね。はい、ちょっとね、会場ここですって言ってみたいんですけど、ちょっとそしたらなんかねバレちゃいそうだから、どこでね、いや受けてる、恥ずかしいんでそれはしません。あ、こっちじゃない、こっちか。はい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 、今回はほうほう使っあここ僕が一回漢検準一級で合格した時の会場な気がしますね、確か。はい、それはいいでしょうということで、1級が11時50分から12時50分まで、10月20日ということです。はい、事前にちょっと早めにね、顔写真の証明写真もね貼って慌てないようにしたいなと思います。はい、では本題に戻りまして、結局今どれぐらい勉強準備ができてるかっていうと、本当に9月の末ぐらいから久々に iPad の中にあるPDF の書き書きの勉強を再開できて、本当にそれまでの前回受験が終わった6月中旬ぐらいから本当に9月の半ばぐらいまでは一切やれてなかったですね。本当は6月から7月ぐらいはまだできてる予定、余裕はあったんですけど、どっちかというと1ヶ月ぐらいちょっと休憩してみようかなみたいな感じで、また秋の受験頑張るためにちょっと1ヶ月ぐらいはお休みというか、ちょっと息を抜いてみようみたいな感じで7月はしてなかったんですけど、そう思って やっとやろうと思った矢先の8月9月ぐらいにドッとね来ちゃって、忙しいことが、それで結局できずにっていう感じでしたね。はい、でちょっとすみません、今更になっちゃうんですけれども、受験直前期、僕もあとねなるべく空いた時間勉強頑張りたいって思ってるんで、動画がかなり編集が少ないというか、もう無編集ぐらいの勢いで出させていただくかもしれないんで、それだけご了承くださいませ。はい、で前これがで、一応なんでじゃあそんな状況で受験したのっていうことなんですけど、受験するのっていうことなんですけど、シンプルにですね、申し込まないとやらないなと思って、ちょっとでもやっぱりお勉強を復活させないと、せっかく今までやってきたものが無になっちゃうなっていうのがやっぱり恐ろしかったので、今回もあんまり得点は期待できないかもしれないけど、やっぱり受けなきゃなっていうのも思ってましたし、またやっぱり一回受験お休みする日があると、こういうせっかくキクリンさんにチャンネルとか借りて動画出させてもらってるのに、それで一回お休みの期間があったりするとね、なんかまた都合が悪いタイミングはちょっともう休みしようかなみたいになって、こうなあなあになっちゃいそうだったんで、とりあえず毎回きちんと受けようっていうのはやっぱり自分の中で決めたので、どんな結果でも、ちょっとね点数が取れてない、目標に行かなくて恥ずかしいとかね
まあ、あるかも、僕はあんまり思わないんですけどね。最初から20点とか30点とかを公開してたんで。まあでもそういう、全然仕上がってない中でも、やっぱり受けよう。こうやってね、皆さんに報告しようって思ったのは、まあそうですね、継続的に、しっかり毎回毎回ちゃんと受験していきたかったなっていうのもあります。であともう一個は、実験ですね。こういう、いろんな方が漢検1級の参考としてね、見ていただいてると思うので、じゃあ、前回80点ぐらい取ったやつが、2、3ヶ月本当の納弁で、最後の2、3週間だけちょっと詰め込んで学習したら、点数はどうなるのか、みたいな。そういったところも、今後のデータとしてね、皆さんの標本サンプルになったらいいな、というのもあってですね、今回、改めて受験を決意して、本当、受験申し込み締め切り、当日の夕方、昼ぐらいに、なんとか、ボン、ね、意気込んでやったという次第でございます。はい。まあ、これが、今回の受験の経緯でございます。で、一応ですね、今何をやってるかっていうと、これまでと同じもの、この前は、漢字ホリックさんの、中級向けの大見出し語2000数百個ぐらいのと、あと868個ぐらいの漢検四字熟語、一級の四字熟語をまとめてるのを、もうひたすら、この iPad の中でね、カキカキして、覚えて消して、カキカキして、覚えて消してっていうのをやっておりました。で、ただ今回も、もう本当ね、勉強しない期間が2、3ヶ月空いて、どこまで覚えてるか不安だったんで、改めて同じこと、別にやってなかった、これまでやってなかった、読みとか、熟字訓当て字とか、まあ、そういったところはあまり手をつけずに、改めて今までやってきたことを再確認しようっていうことを、9月末ぐらいからやっております。で、ただとは言っても、せっかくやるし、まあ一回受験して、受験というかある程度しっかりそっちを対策、まあ、2、3ヶ月前はしたので、ちょっとした新しいことじゃないですけど、少しそのやった、これまでやったことの精度を上げる、レベルを上げるために、大見出し語の3600何本ぐらいかな、これまでは漢字ホリックさんがノート記事での中で共有してくださってる PDF の漢検大見出し語2000数百個ぐらいの中級のレベルのね、やらせてもらってたんですけど、今回からそれだとさすがにもうちょっと語彙力欲しいな、いろんな漢字に触れたいなっていうのを思ったんで、そのもう一個上の上級、よりたくさんの大見出し語が入ってるんですね。これだ。前まではですね、大見出し語2146個書き取り練習帳みたいなのを使わせてもらってました。で、今は今回9月末からは、大見出し語書き取りシート3786ってのをね、やらせていただいております。一つの A4 の紙に80個の熟語が載ってて、大見出し語が載ってて、それがなんと48ページにもわたって、紹介されてるよというので、これを一周するだけでもかなり骨が折れました。はい。で、一応すでにこの48ページが一通り終わって復習も軽くできたので、まあ、残りの6日間は、この、大見出し語の再復習と、あとは、四字熟語、せっかく覚えて、前は結構点が取れてた分野だったのに、四字熟語の復習があんまりできてないんで、まあ、四字熟語のこれまで使ってた868個の PDF の振り返りをやろうかなと思っております。で、ただ、やっていった感じですね、前回でしっかり、ある程度しっかり大見出し語を固めたおかげで、なんか今ちょっと簡単に感じてます。あ、一級の漢字ってこんな風になるんだとか、一級の熟語ってこんなんなんだみたいな、ちょっと言語化するのが少し難しいんですけど、なんか少し慣れてきたので、なんか初めて見るような、初めて聞く熟語も意味と読みから漢字が類推して書けるようになったりっていうのが、今回この大見出し語練習帳でも何個かあったり、前は書くことにすら苦戦してた、字形にすら苦戦してた漢字も今はスラスラと書けるようになったり、まあ一回その 2,3 ヶ月前にしっかり大見出し語をやったおかげで、その下地ができてきたなっていうのが今回嬉しい発見として一つあったんで、それは良かったなと思います。はい、ということでですね、まあ、ラスト6日間は、まあ、もしかしたら、大見出し語と四字熟語をやった上で、もしちょっとでも時間があったら、熟字訓当て字か国字か、ちょっとはそのボリュームの少ないものを軽く最後見て終わりたいなーっていうような欲望としてあるんですけど、
とそれができるかはまあわからないですですね、というようなプランで考えております。で最後にですね、やっぱりあの目標点数ですね。今回4回目の漢検級受験、まああまり対策準備ができてなかったというのもあるんですけど、目標点としては現状維持ということで、まあ80点を最低限取れたら嬉しいなと思って受験します。でただあのもちろん180から100ぐらいを目指して、あわよくば100を取りたいなっていうような心持ちで今おりますので、まあ、最後の6日間必死に詰め込もうかなと思っております。はい、ということですね。もう本当10月の14日とあと少しなので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。またあの受験終わりましたら、あの手応え感触とか、またあの自己採点とか、まあ、できればこうやって動画にして、ま、あの載せたいなと思いますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで以上、ツヤ俳優米村大地の漢検受験1級ですね、受験4回目の、直前報告でした。ありがとうございます。バイバーイ。